どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。ノーオアイエスかっこトロールということで、サムネで何を伝えたいのか全くわからん。情報量が多すぎる。いや待ってよ、暗号になってんじゃない？左上にカキボがいるでしょ。そしてその下に右下に向かってる矢印がある。そしてその矢印の先には羽がついたバブル。そしてその左には下の、もういいやもう自分でも何を言ってるか分かんなくなってきた。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.48% で、このコース古いからバグとかはないと思うんだよね。少し寂しい気もするけど、いい箸休めになるんじゃないかな。最近バグコース多かったからさ。さあ始まった。ここは何もしないでいいよ。外枠溶け込んぼー。もう速攻でそんなことすんなって。今夏バテ中だからすぐ叫びたくないのよ。どかにありませんね。出せ出せ、はがー。大体読めたよ。バグがないってことは上から敵キャラを振らせてくるような仕掛けが多いコースになってるんじゃないんでしょうか。まあいくら敵キャラを上から振らせてきても、僕は避けるのは大得意中の得意分野だからね。ここはすぐ左足っぱだ。クッソ水中か。シャラクセイまでしやがって。バッキャー。バグがないなら僕がバグっちゃえばいいんだ。そしたらこのコースもバグコースに早変わりさ。なんて頭がいいんだろ。ここはすぐ上に行こうか。あのバグマの下がすごく怪しいけど、上に行ったら砲台がパンってくるんじゃないのかな。まあいいや、行ってみよう。なんもないかい。来月さ、福岡でオフ会するんだけど、こんなんだったら絶対誰も来ない。いや、こんな僕に誰か。リガーリくん、こんな僕に会いたい人いる？絶対いねえよな。じゃあここは下から、下から行けるのこれ。え、間に合う？これ下から、たぶん当たるだよ。いけるか？ちょい、タンナタンナ、右のカロンの甲羅取るじゃん。そしてどうやって浮かないようにできるかわかんないんだよな。なんか勝手に浮いちゃうの。下を失敗しておいてみようか。下を失敗したら、オーケーオーケー、下を失敗したら浮かないんだね。なんで？もう絶対下入力は離さない。常に下入力しておくよ。そしてこのマグマが下がった瞬間に右ダッシュ。間に合うか、この土管に。いや、右の土管がすげえ怪しい。あっちが正解なんじゃない？でもこっちピンポン言われたな。上の四角怪しい。叩いてみる。まあ、叩いて何が出てきても、まだ大丈夫だと思うから、一旦叩いてみようか。おバレオヤシ。シンプルでいいね。バグがなかったらバグがないなりの面白い仕掛けっていうのがあるもんな。で次はブラックパックン。これ当たるかな。いや、そんな危険は犯さないでおこうか。ここはジャンプして抜けていく。あっ、まあ今の感じだとブラックパックの上に乗っていけっていう感じだと思うんだけど、これいけるんかな。当たんない。当たんないのね。さあこのちくわブロック降りて、あのブロックを壊したら、この砲台何出してくるんだろうな。これ壊れてくれる。よしよし。いや怖い。これ絶対甲羅飛ばしてくるんじゃない。だからちょっと勢いつけながら行こうか。これ勢いつけながら来たらすぐ早っ。いや普通にめっちゃいいコースこれ。なんか罠の仕掛けめちゃめちゃ、お前どこまでかんだよ。しかもちょっとあそこブラパ上がってるのがいやらしいな。ここは右ダッシュしてブラパも越えていく。あいつをおばめちゃめちゃ面白い。バグなし騙しコース一時ハマりそうだね。え、こんなに面白かったっけ、バグなし騙しコースって。最近バグばっかりやってたからちょっと狂ってるな。これ絶対上なんか来るよ。上から終電が何か来そう。あのドカン来る来る来ないの。まあ足場があるからね、多分大丈夫だと思う。オッケーオッケー。さあ土管に入っていこうか。そろそろ中間ポイントあってもいいんじゃない。中間ポイントあったね。行こうか。おっそっそっそもうちょっと待って。このコースで殺される。お腹痛いよ。今日のコースツボかもしんない。ごめんね、実況できなかったら。いや、いつも実況してないんだけど、そんな大してさ。じゃあここで待っておけばいいのね。そしたらパーが降ってくる。で、あの中間ポイント取らせてくれんのか。いや、もうちょっと急ごうぜ。いや、水中をうまく使ったトロールコースだなこれ。さあ中間ポイント取れた。で上にドアがあるってことは、中間ポイント戻し絶対に来ると思うよ。まあそんな中間ポイント戻し僕には引っかからないけどね。何もしないでいいよ。本当か。このまま右に行こうか。これジャンプするのが次は正解ですみたいな。あ、今度何もないんだな。じゃあこのリンクを取って壊していけばいい。うわ、左は行けないか。つららとはバーがあるからさ。じゃあここはすぐ右に行く。で、あの砲台の下の土管もすげえ気になったな。うわ、これはこれでさ、多分C 耐久なんじゃない、下のオモフブロック。さあここは鉄球で、右には進めない。あ、特に何もないんだな。これ優勢キノコ。え、
めちゃめちゃ調子よく進んでんじゃない、この USA は。正解なのかい。マジで上手すぎ。でここはどっち行く。あ、これ取ったらダメだった。ヒント見てみようか。 USA キノコからのハテナブロック。まあ、これどっち行く。まあいいや、一旦右行ってみるね。こっちはなんかブブって言われてるから、やっぱ違うじゃねえか。これやっぱ新耐久だったね。どういう新耐久これ。全然理解できねえ。バネに当たる。あ、わかったわかった。これさ、マグマに当たればいいだけか。だからこのバネを避けてマグマに当たる。お前マグマ来いって。お前邪魔すんだって。バネー今だ今だ、頑張れ頑張れ。もうちょっと、いや、ここら辺で待機しておこうか。バネに当たらないギリギリで待機しておいて、バネが下に行った瞬間に僕も下に行く。ここか。いや、タイミングマジで見つけよ。いや、絶対当たっちゃうやんね、マグマに。いや、どのタイミング、ここ。やったー、守備耐久ベンチを食べるぞ。は？なんかこっち側に連れてこられたんだけど、罠が裂けた。もう。じゃあ、あそこどうやって行けばいいのよ。いや、次はね、絶対一発で行ける。もうさっきのね、鍛えられたからね。みんな見てて、次マグマがあったやったってった時に一発で行ってみせる。ここだー。みんな今なんでさっきと違うパターンになったか分かったね。ここにバブルがあるんだけど、このバブルを出したら下の土管の方に連れて行かれたみたい。さあ、謎が解けたところで次は左の土管に入ってってみようか。いや、右は右ですごく怪しいとは思ってたんだけどね。さあ、ここは右の土管か左のドアか。今右にフラワーが出てきたけど、あいつは無視しといていいでしょう。いや、これ僕謎解けるよ。多分ね、この場所におっておくじゃん。バーのギリギリ右に行かないところで、こっから左で。いや、これもう絶対ダメなパターンだろ。さっきの新耐久のところに連れて行くんじゃない、この土管はさ。どうなんだ。ヒント、左に隠しブロックがありますよみたいな。もうそれは解いてんだって。そこがあるからここに来たんじゃねえか。いや、絶対さっきの耐久だよ。あ、なんか違うね。今度は上のガリガリに当たれみたいな。これさっきより簡単なんじゃない。ほらほらほら、全然余裕だ。さっきのバネもう一回持ってきた方が良かったんじゃないの。いや、地味にぶつけんな。もうちょっとガリガリ下に来いって。なんかちょっとやった、耐久が多いって。いや、僕 C 耐久好きだけど、そこまで求めてないよ。1個のステージに何個あるとかさ、このコースあと 2,3 個ぐらいありそうじゃない。うわ、ここ中間ポイントは取れなかったけど、これやり直し効くかな。一旦ドアに入ってやり直し効くんじゃない。こっから右出しすれば中間ポイント取れるみたいな。頼む、やった。制作者さん優しいね。このコースはヌルヌルのヌルゲーなんじゃないの。さあ、ここは取るなって書いてる。いや、これいけるか、いけるか、頼む、いけ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 。そのまま地味だね、地味になってくる。いや、地味になったところでよ、ビブロー。もう分かったもんね。先に氷を溶かしておく。そしてチビになれば先に進めるんだ。でもチビになっていったとしても、さっきと違うパターンが待ってる予感しかしないな。かけてもいいね。さあ、どうなんだ、さっきと違うパターンが来るのかい。よしよしよし、さあ、勝手を連れてってくれ。やっほー、ここは風に乗る。で、何もしない。そしたら次どっちどっち、いや、左右どっちだろうな。いや、左は絶対に行けない。だからこのイカを踏んでドアに入ることが正解だよ。うわ、あのガリガリの下の土管もめちゃめちゃ怪しいけど、はっ、違うもんなんだよ。やっぱあのガリガリの下で合ってんのかな。いや、こっちやっぱなんか変わってる変わってる。下に行けるようになってるよ。だからこっちに行くのが正解で、さっきのガリガリの下の土管があるじゃん、あれが多分ゴールがあるみたいな。多分その、いや、上もめちゃめちゃ怪しくなかった、さっきスタートゴール。いや、これ確かさ、デカマリオじゃないとゴールできなかったみたいな。おはははは。あー、そうさ、笑ってくれ、こんな美人な僕を笑ってくれ。じゃあこっちに行くしかないのか。こっちは何、なんか面白そうなリフトあるけど。え、待って、これ右ゴールなんじゃない。やったえ、今回早かったね。難易度もめっちゃちょうどよくって、すっげー楽しませてもらいました。どうもありがとうございます。このリフトに乗ったらどうなるかすごく気になる。ちょっと乗ってみたくない。これどこに行くの。これは中間ポイント2とか、もしかしてこっちもゴールのパターンとか。土管に入れませんね。あ、上か、上の土管はこっちも入れませんね。
さーて、やっていきますか。いきなりこれ何だったんだろうね今のテンションは。僕自身もわかりません。ブンブンの危険な渡り橋制作計画かっこ地下アドベンチャーということで、説明文でブンブンが地下で危険な橋の制作を計画し橋を作り出していた。ただマリオたちはその計画を阻止するためにアルバイトの店員に潜みブンブンを倒しに行くのであったって書いてるんだけど、これ見つけた時めっちゃ面白そうだなと思ってちょっとやってくね。クリア率は 1.35%。 まあ説明文に書いてあった通りならブンブンを倒しに行くまでのストーリーが作られてるっていう感じなんじゃないかな。いや、どんなコースなんだろうね。ちくわぶら、あ、これは橋をイメージしてるんじゃない？あ、そういうことか。ここは火が危険な橋ですよ。もうちょっと上手い言い方ないのかな。火が危険な橋ですよみたいな。ごめんね、語彙力なくて。まあ僕はね、いつも語彙力内系 YouTuber としてやってるんですけど。さあ、ここは花を抜けて、いや、ちょっとここ難しくない？どこがアンチなんかな。うわ、わかんねえ、ここに行けばいい。おはしゃし、うまくない？最初にしては。で、下に行けばいいっていう感じかな。これ急に変わったりしないよな。トロールコースだったら急にオンオフが変わるみたいなこともあると思うけど、ここはトロックか。もう落ちる以上の悲鳴なのよお前の悲鳴は。もう撃たれてんのよそれ。いや、油断してたわ。僕としたことがこんな簡単そうなところで落ちてしまうとはな。じゃあ次はこれ下に行ったらいけないと思う。やっぱりね、爆発すると思ってました。そしてこの火の橋を越えて、また火の橋か。バブルが好きだな。これはタイミング見ていこうか。右のフラワーを取ってこのドアに入ればいいのかな。さあブンブン、お出ましかい。そんな、ちょっとやめろトロールですかこれ。こんなのトロールじゃん。やめてくれってこのすけこまし。さあここで、あ、ブンブンをこのファイヤーで倒せっていう感じなんかな。そういうやられ方あんの。じゃあどうする。まあどうするったってこのファイヤーで倒すしかねえもんな。ただ飛んできたら絶対やられちゃうの。この筋肉だるま、その花の被り物がおしゃれと思うなよ。ここでフラワー出しまくってくれてるから、もう当たってもいい、当たってもいいから、もう少しずつこうやってもう倒していくしかないと思うんだよな。上からは踏めないでしょ。一旦右までやっておこうか。一旦右までやっておいて、ごめんね、今発音変だったな。で、ここで当てまくる。いや、ちょっとしか当てらんねえな。どうしよう。これもうね、時間さえかければ、来た来た来た、これはいけたか。いや、ちゃんと出る、あそこに。あ、出るね。そしてここはちゃんとしゃがんでからゴールしないと、ゴールしないと。おー、もうここでチビになっていっちゃおう。これだったら全然余裕でクリアできると思う。さあこれでゴール頼む。そしてくれ、やったいや、すげえバラエティー感のあるコースでめちゃめちゃ楽しかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオジャンプ2ということで、これね、見ただけでわかるわ、とてつもなくやばいコースだって。サムネを見る感じ、針が3つとコインが1個設置されてるんだけど、そのコインを1個取ってゴールすればいいだけだと思うんだよね。でもその針がいい具合のところに設置してるからめっちゃ難しいんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.5% で、最近僕さ、針ゲー多くない？いや、1の1とか結構あるんだよね。だがでもいつもそれしちゃうと1の1にみんな飽きちゃうかなみたいな。さあ始まった、時間は10秒か。で、この針が邪魔だけど左から走ってジャンプすればギリギリ届きますよみたいな。いけー。いや違うんだって、これで右ギリギリでジャンプしないとこの下の方の針に当たっちゃうと思うんだよな。だから右ギリギリでジャンプ。もういいってそれ。これ開幕いけないかな。うわ、ギリギリ抜けれそうで抜けれんね。だから左から走る必要があるんだよ。こっから走ってまずコインを取る。きたこっからが遠い。こっからどうしようか。まずコインを取るところまでいいんだけど、こっからゴールマンのところに行ける気配が全然ないんだよね。一個一個やっていこう。ジャンプした瞬間左にブレーキはすることは絶対必須だと思うんだよな。だからコインを取る直前にブレーキやめて、取る直前にはもう右ブレーキしておく。右ブレーキってなんだ。いや、言いたいことは分かったと思う。コインを取る前にも右入力。うわ、これは行き過ぎちゃうのか。行き過ぎるんならよ、コインを取った瞬間右入力を一瞬入れてみる。で、一瞬入れた後右入力を本気でしてみる。ちょんちょーん、諦めるな。何度かやってれば絶対にクリアできるコース。さて、そろそろ本気を出す時が来ましたか。久しぶりに出してやるよ、僕の必殺技をね。スーパーミラクルローリングサンダー。ガーふざけるな。
もうそんなんしてたら怒られるって。もう時間をかけるな。ずっと同じ場面見せてるって。こんなんじゃ飽きられてしまうぞ。じゃあやってみてくれよ。めちゃめちゃ難しいんだからね。すいません、こんなんで。でもこれでいきます。集中しよう。僕が黙ればいけるっていうところを見せてやるぜ。シャーやっとクリアできた。これマジでめちゃめちゃ難しかったね。もう二度とハリゲーやないかもしれない。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。